鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前はい、やっております周回マインクラフトの時間でございますはい、今回もやっていきましょう。私 FB07 です。やけクソな男キックマックスです。ハルモホットです。えーです。では早速やっていきましょう。さあというわけで、全ディメンションを前回クリアした MHSP ですが、なんと、はい、倒してないボスがまだいます。その3匹を倒していない。このモッドを完全クリアということにしましょう。そんなやつはいない。倒せない。俺だよーだ。冒険冒険俺だよー。今日はどんな冒険が待ってるんだろうか。あれを殺せばいいのか。倒せないそうだな。倒せないよ。ドゥドゥドゥル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 。なんで急にエアーマウト。まあとりあえず順番的にはまあルナールスかな。弱いやつから行こうぜ。いやあいつ強いってか倒し方がようわからんの。あいつだって覚えてないんだけど。いやだからもう直近で戦ったやつや。縦横無尽に。そうそうそう。上も下も使いまくるやつ。あいつはもう本当にエリトラで飛びながら撃ちまくるしかないだろうね。追って動き阻害できるもんないの。え、動き阻害できるもんないの。そんな俺らに聞かれて分かるはずねえだろ。それはないでしょ。お前と一緒のものを見てきたんだ俺ら。知らんお前と同じ景色を見てきたお前以上の情報は俺らにはない。あるなら教えてくれ。 AB さんなら AB さんよく持ってるじゃないですか。そんなもんないっていうか多分ですけど、ネザーのボスも倒してないんじゃないかな。もう一匹の方そいつ倒すかネチェンゲウィザーだって。メチャンコウィザー。メチャンコウィザーだって。メチャンコウィザーはまあボス召喚アイテムを投げればいいだけなんだけど、これはどうやって使うの。まああと現実世界にも倒してないやついっぱいいるな。そいつらをまずもう適当に倒そういるよ。いるじゃねえか。いろいろいるな。どんどん出てくる。ネザン・ジェイク・ウィザーだって。でもいやー分からん。いやーなんか倒すのはいいとし、出現方法が結構めんどくさかったりしそうだね。そうだな。ちょっと敵倒してこよう。俺の鎌を最強にしてこよう。え、直近でボス全員倒してこよう。すげえ。直近でボス倒してくるわ。ボスラッシュかよ。直近ボス一人で全員倒す。俺のエレザールの鎌が全員倒すからね。やべえ。エレーボンだけどね。めっちゃ生きってそうね。俺はナノハになる。言ってない。言ってないね。それは言ってないか。可燃性ダストをネヘンジビースト。お返上だろう。トロールアイドルはすぐ作れそうだぞ。ちょっとじゃあアルマ、あのそれ現実世界のボス？うん。それは頼むわ。じゃあちょっと俺はネヘンジの方をやってくるわ。可燃性。あら。エメラルドがない？こっちかな。あ、キックンはじゃあその間。祈ってます。うわ、バナンだ。ムーンライト球手に入れてこい。何それ。手に入れ方覚えてないだろ。記憶喪失かったやめ。そんなピンポイントでわかる。ムーンライト球ってあれだ、あのなんか浮いてる島のさ中にあった弾や。なんだっけそれなんかその角になんかやると手に入るやつか。違うな、ね、え違うか違うな。あのギリギリかすってると思ったら全然かすってないな。よし、トロールはいつでも呼び出せるところで、ここよし入れとこ。ここ入れとこ。どんどんその調子で頼む。キャンディーランドってどうやって呼び出すんだっけ。キャンディーいるかい。キャンディーのボスの月かい。召喚準備を整えましょう。ああ、ここキックン、あのフリートバックだ。
異世界の扉開いてたから、この浮いてる島の真ん中にボス召喚アイテムの元になるアイテムがあるからそれ集めて。おい、もう一回言ってくれ。入れば、ここ入れば、入って思い出さなきゃお前の記憶がやばすぎる。ここ入って、キャンディーケインがね、あれか、思い出した。よし、島の中に入ったらなんかありますせみたいなやつか。そう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 、それ可燃性粉塵なくない？ケイン博士がいないからダメだ。どうやって手に入れるんだ可燃性粉塵って。あれじゃなかったかな、任意のキャンディーを使用できる。ネザーパパがね、キャンディーくれないの。パパがね、一個しかくれないの。ドリアン君、もっといっぱい食べたいのに。キャンディーは我慢してくれ。ああ、そんなてめえ。ドリアン切れる。俺らほんとさ、15年前とか20年前の漫画のネタしかしないけどさ、最近の漫画のネタはできないの？ちょっと絵をやってみ。じゃあチェーンソーマンの話題の、ああそれやめろやめろ。今ナウな話題でいこう。チェーンソー様、今結構ナウだから、やっぱり今それはネタじゃなくてただのネタバレですよ。誰が何と言おうと。いやいや、だってキッ君がしたいって言うんならやっぱキャン、ねえ、でもキャンディーちょうだいもネタバレだよな、言ってしまえば。どこがだよ。あれはやっぱドリアンがね、あんなことになってしまうっていうさ、まあ、ネタバレだから言ってしまえば。それもうネタとして定着してるからでしょ。言ってるだろ、チェーンソーマンがな。やめろ。ちなみにキャンディーのボスさ、もうさ、いない状況になってる？あー、それ前いたっけ？前まだいたぞ、あいつマジどうしようもないぞ。確認してみましょうか。あの状態でいられると。もう呼ばなくてもいたっていう。確かに。レッツゴー。やつの気配は感じられないかな、今のところ。うわあ！びっくりした。そっちに出てきた。いいねー。そっち現れたの、もしかして。もしかして。ひでえ。ひどくない。落ちること分かってたじゃん。違う、あの、エンダーパールで移動してたら、次、あの、隣の島に普通に投げ込んで移動してたら、あの、暗いから、その間にある木にぶつかって落ちた。バカだ。ディフェンダーいたー。ディフェンダーチャンピオン。ボスの気配は感じられない。オッケー。じゃあ、キャンディーランド、暇があるならキャンディーランドの、ボス対策、作りも頼む。どうすりゃいいのよ、もう。どんな攻撃してきたか覚えてないんだよ、あいつ。あと多分、ルナールスキューはもう全然足りないから、エオエオも手伝いに行ってくれ。時間があるな。マジかよ。全員でやっていかないと。終わんないぞ。あれきついんだよな。いや、あれマジできついんだよ。いや、ネザーもなぜか知らないけど、ネザーのオリジナルモンスターが全然いないんだよな。フィールドは作りやすくなったからな。世界改変のおかげで。そうだね、床ができたから。いやー、ネザーオリジナルモンスター全然いない。昔あんなにいたのにな。まずは囲う。あ、まず、あ、可燃性粉塵を手に入れた挙句、あやばい、ポックルがいる。可燃性粉塵を見つけた挙句だって、そのそれを使う敵みたいの見つけなきゃいけないでしょ。もうマジで影も形もない。なぜこんなにない。いないんじゃ。変なの来た。キャンディーランドからの刺客が来てた。死ぬ。
アロンが助けに来たぞ。行った。こいつやば。リンセー、はい、やめてくれやめてくれ。ああ。うわ。あれ、ちょっと爆発音がこっちまで届いてる。あ、現実世界にあいつ爆発野郎が移動してる。介入マジ神。うわーい。あいつ、あいつ。よし倒した。倒した？倒した。もういない。アイテム拾った？拾ってない。まあいいや。マジここ最近の世界のぬるさとそこの差がすごすぎるよ。あいつやばいんだけど、マジで。爆発はどうしようもねえんだ。何お前7時秒言ってんだ。今俺も言う。あいつは憧れは止められねえんだ。やっといたエンブレイク。何度何度10分ぐらい冷まってやっといたぞ1匹。可燃性粉塵落とさず。印をつけていかないと。あいつ。おいた、フレームウォーカーだ。おいいぞいいぞ、ちょっと出始めてきた。あにゃーん。スケルタルカウマン。あー、こいつあれだ、めちゃくちゃ弓打ってくる野郎だ。痛い。うぜー。行くかー、そしたら俺も堀に。頼むよ、手伝ってくれ。今行きまーす。これめんどくさいよ。いや、めんどくさいよ。これやばいよ。そうだよ、苦労して呼び出したボスが勝手にふわふわ飛んでっていなくなるんだ、確かに。今度は逃がすな、絶対に。どうやって逃がさないようにすんだ。いや、無理でしょ、だってブロック投下するんだから。追うしかない、うん、とにかく当たらない。で、可燃性粉塵を見つけたから、ネヘンジービーストって、こいつ 見たことないぞ。いる、こんなやつ。しかも 16.3 のハンター経験値。分かった。ネヘンジビーストはスポーンブロックから出るっぽい。ハンターモンスターなので俺は無理かも。ちょっとエオイにお願いすることになるかも。でもしかしたら別にレベル倒す必要はない。24。全然余裕だね。うん、それは余裕だと思う。ただそのスポーン場所を見つけないとな。現実世界のボスは残るはあと1匹だけなの。うん、なるほど。じゃあネザー1匹。とりあえずじゃああと4匹やな。なるほど。なるほど。よし、また行ってこよう。頑張れキックン、負けんなキックン。あ、嬉しい応援付きだ。心折られるキックン。俺はまだ負けていない。シンプルに死ねキックン。あ、やる気なくなる。かわいそう。ね。かわいそう、キック。やった、仲間がいた。俺にも仲間がいる。けど死ねば楽になるから。うわ、こいつは仲間じゃねえ。死の商人みたいなこと言い始めた。だからよ。何パーセントだ？ 100% だね。勇気。ネザーの、ああ、これは違う、ルーン祭壇だ。見つかんねえぞ、そんなの。すげえ、でもネザーを飛ぶのは本当に面白い。スリリングで。なおかつ、ボンレストハム。ボンレストハム。ボンレスト。ボンレストハム。あった、やっと一個だ。おめでとう。おめでとう。やべ、殺される、その代わり。辛いだろ。ちょっと待って待って。キックならできると思ってたよ、俺は。おい、嬉しいな。この期待されてる中のプレッシャーでよく頑張ったと思います。うん。は？あった。ムーンライト級。おー、しかもムーンライト級、ナイス。さすが、ナイス。ナイス。パズーって言った今。今シータいなかった？
偽物のシータイだ、ね、20個見て1個かついてんな。単純に確率だけ見てもついてないね。ついてない陽一を軽く超えてきてる。ああ。でもついてない陽一だったらもう一生見つかんないから。あいつは確率の壁を超えてくる。多分死んでると思う。いや、ラッキーマンになれば。そうだな。そうだね。なっちゃおう、ラッキーマンに。自分なっていいですか。お願いします。お願いします。ラッキーマン来ました。あれー、うわ、今まででつい一番ついてない。敵いるし、3体。やばい、これはやばい。これはついてないよ、一番。ついてない、一番ついてなかった。今日曇りだから、やっぱり。ちょっと、今のもう、ラッキーマン史上一番ついてなかった。ついてついてつきまくるはずなんだけどな。な、全くついてないよ、一。なにY25 と Y35 の間のみ生成されるってか。Y の Y 番 ?Y の Y 番じゃん。どうして Y 君が。あったー、いいよ。いいよ、すげー。さすがだぜ。合格カトン級の術。合格カトン級。合格カトン級。どんな、どれだけ豪華なのそれ。シャベル持ってこればよかったな。一回帰ろ。一発で分雷できる。はおー、やる。さすが。そんな、キックンじゃダメだったってことか。バッ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 。よし、もう俺は仕事終わったら帰ろうかな。終わってないよ。こんな自分の仕事が終わったからって定時で帰れると思うなよ。他の人たちの手伝いちゃんといいのか、一人で帰ってダメっすかね。周りの人たちはまだ仕事してるんだぞ。すいません、残業つくんですか。ああ、タイムカード切ってからに決まってるだろ。俺タイムカード切らせない。いいやつ現れた。切らせないならいいんじゃない。はあ、いいやつだ。いいやつだった。わけわかんなかった。あの野郎は一発で行ったのに。ブロック持って持っとけばよかったな。これないよ、これ。ない、ない、ない。もうすぐ溶岩流れてきた。溶岩流れてる。流れてきた。流れてる。溶岩流れ、見つけたー、これだ絶対。あった、あったね、やっと見つけた。クソか、神のお導きじゃん。うわーでどうした、この一人は神に召された。エリトロが失速して、あー、オッケーオッケー、手に入れた。おー、よし、とりあえずこれでネザーのボスも呼べるようになったので、まずはネザーのボスをバラッと倒しちゃおう。もう余裕で倒せるよ、こんなもん。まあ一撃でしょう。な、一撃一つ。ちょうど俺も見つけたし。よし、もうすげえ偶然。キックになって一撃だよ。さっさとやっちまうぞ、こんなやつ。おう、じゃあ帰る。ネザーに集合だ。帰る帰る。もうこんなとこいたくない。ああ、危ない。うさうさ、死んでほしい心から。急に失速したらびっくりするじゃんか。急に失速したらびっくりするじゃんか。笑い笑い、かっこ笑い。はい、切れた、切れた、これは切れたよ。ぶち切れ。今の俺には冗談は通用しない。いいか、あっという間に滅ぼすスタイルで滅ぼすぞ。滅ぼしの君。飛天ミツルギスタイル？飛天ミツルギスタイルで滅ぼす。飛天ミツルギスタイル。死ぬにはいい日。やば、不吉だ。急に死ぬにはいい日が。もうすぐ呼び出せるらしいから。で、どこで呼ぶの？どこで呼ぶかってよ。お前言ってはならねえことは言ってしまったな。どこで？ここで呼ぶってんだよ。マジかよ。もう呼んでる、もう呼んでます。何？ええー、来たー。あ、やばい、
爆発系だ、爆発系モンスターじゃない、爆発系モンスターだった。実はちょっと結構うざい、やべえやべえ、意外と強いこいつ。ペチペチ言ってますね。やばいやばい、どこかでなんかペチペチ言ってる。やばい、調子こいたら完璧に。どこだ、こっちや、こっち拠点すぐそこ、ほんとゲートくぐってすぐ外。あったあれか、やつか、戦闘の気配が感じられる。クソ、ふよふよと動きやがって。あ、けど殺せそう。角度的に当たらない。俺らの力をなめるなよ。いくぞ、弱え。おらやっぱエネルギー武器だ。あー、 HP が見えなかった。直した。びっくりした、今一人やられましたけど倒した。よっしゃ、終わり終わり。なんか落ちた。メザンジェイクウィザー像、ウィザーのチャージ銃弾。ねへんゲイスラッカーはない。帰るぞ。あ、ネザンジェイクスラッカー、これか。スラッカーさん、スラッガー注意だ。スラッガー注意、落ちた。アロマ今落としたよ。え、これだ。ネザンジェイクスラッカー。ちょ、豚に追いやられてる。追われてます。大人気。あ、ゲックンがすごい追いかけられてる。ゲックンが。それはどんな武器なの。敵に火をつける。わあ、メタルスラック。メタルスラック、オッケー。これでネザーのボスを倒した。次だ。ウェイ。よし、じゃあ普通の世界のボス倒すぞ。そいつ、このモッドで一番雑魚って書かれてるけど大丈夫。え、ね、あ、現実世界の、うん、このモッドに出てくるボスの中、全種類の中でしょ。じゃあ代表で一人に戦ってもらえばいいんじゃない。そうだ、そう。じゃあこっちも MSSPM まで一番雑魚のやつを。よし、キックいけ。よし、俺が倒す。あ、キック、じゃあこれ、ここの、これ投げたら出てくるらしいから、この箱に入ってる、右下に。トロール心臓。うん、これどこに投げればいいの。それ多分だから外の世界のどっか、ここ畑で戦おうぜ。畑。ここで戦う。うん、それを多分球とかで落とせば出てくるんじゃないかな。いくぞ。おう、おい。あ、ふよふよしてるね。あー、くる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 。それワンチャン頭引っかかんちゃうの。可能性ありだね。あ、ちょっと引っかかる。おお、あ、そう、なんかそいつすごい吹っ飛ばしてくるって。マジで、どうかな。まずぶん殴られる。おお、面白い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 。高い高いして、イエーイ、高い高いして、イエーイ、あー、面白い。高い高い、高い高い、高い高いして、イエーイ、平和か、イエーイ、楽しい。やばいやばい、死んじゃう、やばいやばい、死んじゃう、殺そう、死んじゃう、死んじゃう、死も涙もない、最後みたいな。死ぬよ、それ。あー、やばい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 。はい、パパパー、新たな嵐の方。スマッシュ、パパ死んじゃった。よし、次。マジ、あいつ常備敵外にさ、常備しててもいいぐらいだった。そう、名前つけて買ってもいいレベルだね。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。 MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方ですね、こちらとか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 ですね、あと下の概要欄にもですね、登録ボタンがございますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。ちょっと寒い今日は。こいつやってもかんねえ。寒い、熱い。